ケプラー33とは、ことザの方向にある太陽に似た恒星である。2012年に5つの太陽系外惑星が発見された。ケプラー33は、太陽の1.615倍の半径と1.164倍の質量を持つ太陽より大きな恒星である。主系列性の段階に入っており、スペクトル分類はおそらく G 型である。恒星までの距離は知られていない。 ケプラー33には2016年現在2012年1月26日に発表された5個の太陽系外惑星が発見されている。惑星が6個以上ある惑星系はケプラー11とクリーゼ 581HD4307 の6個ケプラー90とクリーゼ892トラピスト -1 の7個そして HD1180 の9個だけである。ケプラー33の惑星の物理的特徴は半径のみしか知られていない。このため、惑星の種類などは半径に基づき推定するしかない。地球半径の1.74倍である B は、スーパーアースもしくはホットネプチューン、3.2から5.35倍で、ある残りの4個はすべてホットネプチューンである可能性がある。 B と C は7,3の軌道共鳴をしている可能性があり0.05日の食い違いがある。C と D は5,3の軌道共鳴をしている可能性があり0.18日の食い違いがある。D,E イコール 3,2E,F イコール4,3という共鳴軌道も考えられるがズレが大きい。ABCDEFGHIJKLMN OP ス -707 シンバドハットエビオール・モストオール・オブ・ケ・ヘプラー S マルティプル・プラネット・キャンディデッツ・アレ・プラネッツ・アーカイブハット ABCDEFGHK ヘプラーディスカバリーズ・テーブルナサ・ハット・ケプラーマイナス -33 エクストラ・ソラー・プラネッツ・エンサイクロペディアありがとうございます